つ先生聞いていいですか、はい、うちの言い伝えなので、はい、教えてほしいんですけど、最近の話になります、はい、日露戦争が終わった後、日本解体戦が終わった後に日本軍はたくさんのロシア兵を、まあ、救出して、はい、何日間も、はい、でもうその数がものすごく多くて、旧皇族の御用邸を全部開けてそこに、収容して治療して、ウラジオストクから1年半後か2年後に、はい、ロシアに戻したっていう話を聞いてるんですけど、その辺はどうでしょうか。これはロシア人たちを収容して、その収容されたロシア人が戦争に勝ったと言ってる日本がね、はい、あんまりにもその伝統がなくて枕けで、はい、でこんな貧しい国に俺たちなんで負けたのなるほど。そういったような記録も残ってますしね、はい、だから大勢のロシアンが日本で捕虜になっていたということは、これは事実だと思うんですね、はいはい、でそれだけではなくて、これはですね、実は治療しなきゃ、大陸に行った人たちの多くが、はい、これ日本人もそうなんですけど、はい、大陸って疫病の保護だったんですよ。なるほど。で例えばに、まあ、1個前の日清戦争の時なんですけども、はい、日清戦争における戦没者ってのは1万3000人ぐらいだったかな、1万3000何人いるんですけども、はい、なんとこのうちの1万1800人というからが病気で死んでるんです。ペストとか赤痢とか、そういういわゆる感染症にかかってそれで死んでます。戦争のドンパチで死んだ人ってわずか1000人ちょっとしかいないんですよ。日清戦争、それだけ大陸っていうのは不衛生で汚いところだったんですね、はいはい、でこれは日露戦争の時代もあまり変わりがない、はい、でそので結局戦時捕虜、陣地を解除したってことになれば、はい、城跡上げたってことになれば、そこの兵隊さんたちを捕虜にしなければならない、はい、これはもう国際法上決まってますから、はい、それを捕虜にするわけですよ、はい、捕虜にした敵の兵隊さんがですよ、感染症かったらどうします。あ、そうですね、これ方法を立つしかない、はい、お前ら病気だからといって皆殺しにしちゃうか、そうですね、あるいは日本にまで連れ帰ってきて感染病棟に入れて、はい、まあ、感染病棟がなければ感染病棟として使える大きな、とにかく敷地が広大でなければ、はい、病気が国内に広がっちゃいますから、はい、大きなお屋敷に収容して、はい、そこで専門に看病するしかない、今鎌倉だったかな、花鳥の宮邸というのが、はい、展示記念館みたいなことになってますけれども、はい、非常に大きい施設ですよね、はいはい、一般の民家と違ってちゃんと塀で囲まれてますので、はいはい、これ以上良い感染病棟はないです。なるほど。実はね、絵も残ってるんですよ。ロシア兵のあの偉い人が残ってて、みんな看護婦さんが、はい、手当てをしているところですね。まあ、当然のことながら本国にお返しするのも、はい、病気が治ってからになりますから、はいはい、病気の状態で送り込んだらこれまた国際問題になっちゃいますから、なんか不思議なんですけど、よくよく歴史調べると、はい、日露戦争終わった後に約1年から1年半ぐらいウラジオストクから日本人どかないんですね、占領状態 でアメリカが随分ブーブー言うわけです。何やってんだっていう。後にそこを返しちゃうと、この病気の人たちを良くして戻すルートがなくなるっていうことで、そこから戻したってちょっと聞いてまして、それでもニコライ2世、まあエンペラーですよね、がうちにも騎士道があると。しかし日本の武士道は半端ないと加盟を受けたって話をちょっと聞いてるんですけどね。これは途中でアメリカがブー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 言って、はい、何やってんだみたいなこと言ってきたとしても、はい、一切日本側がそれに対して答えなかったって、はい、これここにこそまさに武士道があると思うんですね。だっていうのは、はい、いやこいつらみんな病人なんだと、はい、感染してんだと、嘘だと思ったらお前たち見に来い、アメリカちゃんいつ見に来たっていいんだぜって言うこともできるじゃないですか、はい、でもそれを言うということは、ロシアは不潔な国なんだってことを世界に向けて宣伝することになりますよね。すごいな、やっぱり日本。それをするということは、これは決して大見心に許すことではない、うん、陛下の大見心はどこまでも世界の人たちが仲良くするように、うん、世の海みんな腹からと思うようにというね、有名な歌がありますけれども、そういう中にあって、もうちゃんと自分たちがしっかりと看病しているという、この事実があるんだったらば、いちいち言い訳する必要はない。